春野町は日本一大きな天狗の面で知られています。近くにある秋葉山の天狗伝説にちなんで天狗の里づくりを進めてきたからです。ドライブでやってくる人たちは天狗のところで待ち合わせようと、今では格好のランドマークとなっています。静岡県の西部、大井川と天竜川のその中間にある春野町の中央を桁川が流れています。春野町には大小182本もの川が流れています。町そのものが川を中心とした自然博物館、リバーミュージアム春野なのです。澄んだ流れに住むアユやアマゴなどを釣りに来る人たち、流れの速い瀬を気持ちよさそうに下っていく人たち、広い河原にテントを張って楽しむ夏のキャンプ。しかし、川を訪れる人や川を利用する人が増えれば増えるほど川は汚れていきます。春野町では、そこで毎年1回夏の終わりに桁川リバークリーンを開催して、町の人たちがみんなで川の清掃に取り組んでいます。川に人が入ることによって、川が非常に汚れてきたと。で、夏場を過ぎるとゴミがたまると。でそのゴミはですね、一つは下流部からお客さんが見えるんですが、そこに上流部の春野町の川にゴミを置いた、残して帰られた、そのゴミはですね、また結局下流部に流れてるわけですから、上流部でまず、日本一きれいな川というものを標榜して、で来る人たちに川をきれいにして帰っていただくと。それが一つは水源を守るし、下流部の水も守るし、で下流部の特に海までつながってますから、河川の汚れとかね、海岸の汚れもそれが一つ防げるんじゃないかと。ですから上流部である春野町が、まず日本一きれいな川を目指しているということを全国発信したいということで、こういう日本一きれいな川の町づくりという事業が始まったと、そういうことです。町の観光協会も共催して、下流の都市部からも幾組もの家族連れが参加していました。平成2年に日本一きれいな川の町づくり計画を策定した春野町では、まず町民の意識改革から取り組まなければいけませんでした。何しろ 2,30 年前までは川にゴミを捨てるのは当たり前のことでした。一旦大雨が降ると川のゴミをきれいにさらっていってくれるからです。町では生活排水の流入を防ぐために家庭の浄化槽に補助を出し、同時に下水道の整備にも力を注いできました。上流のダムで取水されている桁川の水を取り戻すための住民運動も盛り上がりました。目に見える部分というのはかなりですね、汚れは減ってきていると思いますし、桁川が一つのシンボルですが、春野町の、その桁川にこう流れ込む沢なんかにもゴミを捨てられている量というのは、今ほとんどですね、ゴミを見なくなっているのかなと思っています。それはうちの町の取り組みも一つだし、日本人全体の環境意識の向上という部分ね、今環境の時代ですから、部分もあるかもしれませんが、町ではそれなりに成果が出てるんじゃないかと、そういうふうに判断しています。春野町の人たちは今では桁川の清流を守り続けていることが誇りとなっています。
そしてこれからもこの土地に暮らす限りはそれを使命としていこうとしています。